弱いやつからなんでこっち来んの、ね、なんでこっち、おいてめえ、たかてめえ、たかてめえ、おいくそ、あいつからだろ、おいお前たち、おいちょっと痛い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 、どうだ、この辺りに住んでたよね、話そらすんじゃない、あ、痛い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 、基本的にさ、お姉さんと弟の兄弟ってこんくらいだよ、こんくらいの距離感っていうか、いがみ合いっていうか、タカも呼んだの、おー、いますよここに、お前いらないってマジで、なんでお母さんの刀持ち歩きやがって、あいつただの防犯グッズかなんかだと思ってんのか、刀のことは。ユナさん来ました、来るなって言ったんだよ、本当に結びつけとけよ、手伝わせてください、槍川に残っても役に立ちませんし、戦場にいた方が邪魔なのに、消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう、いいだろ、お邪魔にはなりません、わかった、ユナに従え、そうそうそう、承知しました、なんで出しゃばんのこんな、この辺で見たって話だけど、武君が惜しいのか、気配はないね、探してみよう、そうします、探してみよう、探しよう、せめてコーラスくらいはしろてめえ、タカ、私がご機嫌に打て始めたらてめえがよいしょすんなよ、だからついて回るってそういうことだろうがよ、行くぜ OJT、 弓取りの痕跡を探せ、ちょっと私この手のやつ一番苦手、やっとけたかてめえ、雑用はてめえの仕事だろ、武士しかないでござる、ちょっとどこにあんのよ、この家でいいの痕跡って、馬しかいないじゃないのよ、ホタルしかいないし、このホタル一体何なのよ、受験生がいたに違いないわ、ここに誰だっけ、ゴンゾーさんみたいなやつ、あいついただろお前、ベンゾーさん、ベンゾーさんがなんかがいたんじゃねえのか、この辺に弓取りじゃなくてベンゾーの痕跡しかねえじゃねえかよ、ここ、この辺に埋めてたよね、覚えてたの、気に入ってたんだぞ、いや蚊帳の外にしないで、その懐かしい話で心痛むんだよ、意外と知らねえやつの、知らねえ兄弟の話聞かすな、私にすさんでんだよ、弓取りどこだよ、2回行っちゃうぞ、もうこうなったら、うー楽しい、お前たちが昔話に花を咲かせるというのであれば、ジンは2階にすぐさま登る、ちょなんかここら辺に今出たな、マーク、 なんか今出たぞ、あごめん、これお前からもらったやつ、あこの上とか歩けるんだ、あすごーい、何のアクション、城下町抜けてんのか、じゃなくて弓取りの話は、ちょもうわかんないよ、これとかで見れないの、タカお前たちだけじゃねえか、いるのここ、モーコが死んでおる、私じゃない、どれ、ギャルすぎるだろ、焼き図が責任逃れ、矢がない、誰かが抜いた、また使うんだろう、かなりの腕前だな、やだな、ここでなんか急にクロスしないでよ、トモエと足跡を探せ、どうせこっちじゃないの、対馬ぬかるみまくってんだから、元の場所に戻る、軽自動車走れないよ、こんな対馬なんてところじゃ、足持ってかれちゃうだろこれ、あってまたぬかるんでるよここ、いや4人だ、どこへ、馬じゃねえと無理だ、ここは群馬よりひどい土地だ、ここはコオロギを取ったな、いらねえよ、それに来てない、似てない、なんでコオロギ取りしてたか覚えてる、緊張感ないよ君たち、遠ざけるためさ、腹を立てるとあんたに八つ当たりするから、こっちか、コオロギに感謝しな、そして給食に出てくるコオロギたち、この前カラオケボックスでさ、バイ先の人と遊んだんだけど、その時にギャルが昆虫食かなんか持ってきて、で私はあの目標設定した点数に届かなかったから仕方なくコオロギを食べたんですけど、なんか普通になんか気持ち悪いとかじゃなくてシンプルにまずいんだな、あれって、でもなんつうかそのあれな、どんくらいまずいかな、で急になんか普通にね、なんか急に子宮とか言っちゃったけど、ちょっとカットしといて、まあ子宮よりかはまずいな、子宮よりかはまずいだろ、食べたことないけどね、あの家に続いておる、でも白子とかは食うのに別に子宮って食わないよな、動物、ちょっとえぐい話やめようか、あーびっくりした、死ねー弱いやつからなんでこっち食うの、ねなんでこっち、おいてめえ、たかてめえ、たかてめえ、おいくそ、あいつからだろ、おいお前たち、おいおい、いざいざいざ、ちょ避けるので精一杯、避けるので精一杯、タカー、タカー、お前壁になれやってめ、壁になる
日の当たる坂道を。よし、タカ行け、タカは死ぬ死ぬ、タカのせいで死ぬ。ユナちゃん頑張って、ユナちゃん早く早く、勝ったか、やったか、やばい。え、これで一発、これで一発。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょ、被害が、ちょっと災害が起きてる。タカのやつ何してたか覚えてる今。これ屋根の頂点に行ってさ、膝ついて祈ってたぞあいつ。いいから刀抜けよ。お前ハンドベルでも持ってこいよ。じゃあ、んな神に願うくらいだったのに。キャンドルがハンドベルだろ、てめえが持つべきは。刀捨てろてめえ。ああ、てめえだけはな。真っ先に来てたぞこっちに。あん。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。来ました。君がまだ暖かい。あちゃ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 。勝ったばかりだな。近くにおるぞ。近くにおるのか。まあそう言うんならそうなんだろ。焚き火のあたりを調べろ。またこれか。これとか。これとか。どうせまたクマ出てくんじゃねえだろうな。私じゃないよ。あ、もうこの火薬を盗んだ。すごい。いい根性してるね。どこに火つける気だったんだ。やっぱ槍川の猛虎のとこかな。いい根性してるってことはそう。お、爆発しないんだ。あれ爆発しないのこれって。タカ一緒に見ようぜ。爆発しねえじゃねえかこれ。あ、あった足跡だ。またかよ。足跡を追え。はーい、足跡を追いますわよ。もう足跡なくなっちゃったよ。足跡どこ行ったんだよ。あそこの丘を登ってるね。え、どこ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 。見えなかった。声を潜めろ。これ、声を潜めろ。おっとー、あ、ごめんなさい。声を低くして大きくしてしまいました。態度すいません、すいません。日本語って難しいからね。カットで。あ、めっちゃ近いけど大丈夫これ。皆の者どうした。お主侍か。大黒氏すごい。パーソナルスペースおかしまくり。じんちゃん数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたものの。へえ、使ってな。他にはいないの。捕まったの。ここまでおったが我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井一。大国だった。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。おう、志村アレルギーすごいな。ここら辺捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。本当だ。槍川の向こうにある野営に向かうのだ。へえ。前に動かねばなるまい。ざっと15か。やれるか。槍川の弓取り。タカ。みんな無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。置いてある。行き先は田舎の地蔵みたいな感じで。先回りして罠を仕掛ける方がいい。なぬ。周に向かない地形だね。元槍川はどうです。寸前でやんの。道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。危ない。無駄遣いしなくてよかった。好奇心で。作詞ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。えいえよー、猛虎より先か。静か。何これ。猛虎はこっちに向かってる。夜の中小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って。うるせえてめえ、聖書でも読んでろ。だだこねんなよ。頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。やだよ。もうこいつ何ならできんだよお前。枝豆の皮むきでもしてろ裏で。厨房にいろお前は。そんなことホール立つな。少しだけ。何？姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。ですよ。誰しも怖い恐怖は力になる。そして銃口を突きつける陣。タカに。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も。見本になる人がいなかったんだね。足りぬだけだ。ユナは幾度も七に立っておる。お主とは場数が違う。そうなんだ。姉さんには何回三八マイクの前に立ったと思ってんのユナちゃんが。俺もだ。なんか同意して終わった。お前に来たな。あ、猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変える。え、何？タカもやんの？今こそメタモルフォーゼするんだタカ。お前今ですか？
プリキュアに選ばれた。ごめん、火薬どこ、ごめん全然見えない。これか、火薬ってこれ、蜂の巣とかならあるんだけど、どれ、これ待って、もうちゃんもうちゃんもうちゃん、ミスったミスったミスった、いくよー、はーい、え、火薬それじゃないの、火薬ってそれじゃないの、火薬って火薬ってどれだったの、え、答えどれだったの、え、ちょ、火薬ってどこにあったの、一回火薬の位置だけ見たいんだけど、これ火薬ってこれか、これ、うわフィナーレグランドフィナーレこれでよし、これでよし、これでよし、タカが焦らすからじゃん、十分近いですよねとか言って、ボロカス遠かったじゃないかってあいつ、あどこにそんなのあったら、ちょっとわしもわかんない、わしもわかんないことしないでちょっとちょっと意思疎通できてね、このパーティー メンツ最悪なんですけど、ちょっとどこにいんの、もうこうどこどこ、どうせタカンとかいるんだろ、どうせタカンとこに、いない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 んだったら、どこどこどこやってるの、めっちゃめっちゃ前線違った、あー大黒の人死んじゃってるよ、大丈夫か、今助けるぞ、見えないけど、おい、おら、ちょっとね、火薬近い、火薬近いね、怖いくらい火薬近い、なんか変な音する、なんか変な音するよ、後ろから、あー、あいつね、あいつやる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 、おいー、で、次は次、次、次、はい、ダメ、はい、ダメ、はい、それダメ、はい、それダメ、大黒死んだ、目の前で、あっちやってないよな、大黒いいぞ、あ、でも加勢する、加勢する、あ、いた、加勢して、加勢し返して、よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ、決断だけ、決断だけ、ちょ、なんか全然突破できない、あ、やっ、いや、いざいざいざ、私のもらい、ナイスフォーメーション、なんこれ味方か、大丈夫これ、とどめ刺しに近づいたら全然違ったけど、悔しそう、土を体にまぶしてた、あ、これ中にもいんの、中行く中行く、お、タカ、タカじゃないかお前、もしかして見違えるようだぞ、二人来た二人来た、こんなら勝てる、こんなら勝てる、タカ、やれ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 、見せてやれ見せてやれ、お前お前長男だろ、お前長男、ちょ帰ってった帰ってった帰ってった、おおぞ、おおじゃ帰ってきた、一周して帰ってきた、タカ振り切って帰ってきた、こいつがタカどこ行ってた、タカお前今結構押してたのに、逃げんな逃げんな逃げんな、腰引けてる腰引けてるから、どこ行ったどこ行った、敵、よし、いざいざお前にこの曲を、この曲をプレゼントする、さあ、ちょ間違え間違えた、おじぎじゃない、おじぎじゃない、あれどうやったんだっけ、あれどうやったんだっけ、忘れた忘れた、あ、おじぎじゃない、おじぎじゃない、タカ、タカ、ごめん、敬意示してる、敬意じゃなくて、ちょ、私が、モンハン、モンハンやりたくて、モンハン、モンハン行くぞ、モンハン、領事、領事、領事、よし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 、バフかかってる、バフかかってるよ、いや、演出する、お前の戦を演出するから、おい、変な無駄やり入れる、横やり入れんな、お前、じっとしてけ、じっとしてけ、これ、タカが男になる瞬間をみんなで見るんだよ、これ、ちょっと、味方、さっきから結構死に、お前、さっきも死んでなかったか、全然、切りつかねえんだけど、ちょっと、最後は一穴あげてやりましょうよ、あ、ちょ逃げんなよ、ちょっと待って、一番でっけえでっけえやつはやるわ、ちょっと待って、あ、持ってない、あ、でっけえやつ、あ、これすげえすげえの見せてやる、ちょっとね、行くよ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 、せーの、うえー、よし、こういうことだから戦ってな、長引かせんなよ、堪忍袋の切れちゃうから、じんちゃんの特大の火の玉見せてやりたくなっちゃうからよ、おう、酒井だぜ、ゆっくり酒井だぜ、よくやった大黒、大黒仲間を連れて槍川に、大黒じゃないことある、いやはや、まさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった、共に囲いを、たか結局玉なしだったな、宇治政殿次第だ、そう、宇治政殿次第だ、噂通りだな、稀に見る豪のものじゃないか、横にたかがいると余計にそう映るだろう、悪いけどジンと話があるんだ、槍川で待ってる、ポンポンあったかくして寝てな、タカ、やったよ、は、タカが死んでもおかしくなかった、落ちかけたし、え、説教、しかし、そうそうそう、最後の踏ん張り見せてあげたかった、ユナちゃんにも置いてくればよかった、最後ち最後の一撃が遠かったな、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない、仕上げはジンちゃんだったけど、戦えない素質はある、あんたは何も知らないだろう、トアにかばってやるつもりか、タカのことは私が決める、口を出すんじゃないよ、まあ仕方ない、こればっかりは長女ってこういうとこある、もう戻らなきゃ、行きましょう、囲いを何とかするんだろう、
気まずくなっちゃった。街で会おう。タカにはユナちゃん必要だと思うけどね。うん、びっくりした。まさか殿かと思った右側にいるの。誰かと。てか、なんでこんなところに飛ばされてるんだ。誰この右の人、ユナちゃんじゃないよね。市民の人これ。誰？あ、めっちゃ市民だ。これ何？物資。あ、ごめんなさい。じゃあ行くか。バカ地形じゃん。すぐそこじゃん。近い。ニューデイズがある駅長とかもさ、階段降りたらすぐそこにセブンイレブンあるんだよ。何？ちょ、これメイド来たんかい。タカどこだよタカ。あいつピヨピヨさんだろ、吐いとけよマジで。ありそう、ああいうの無料でできんだよ、体験型アクションコーナーとして。お戻りで。タカてめえ。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。そうなの？礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らが季節の訪れか。復讐に。モコが騒がしくなってきましたね。せめてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず、明日疲れたところに仕掛けるはず。おお。今のうちに休め。そういう策略もあるんだ、モコに。考えすぎだと思うけど、作者そこまで考えてないと思うけど、ジンちゃん。深い目のしすぎだ。ジンちゃん考察ボット。そうだ、ジマサ様の館で姉さんが話したいって。話すことなんてなんもないよ。似てない？あだ、話すことなんてなんもない。甲冑師しかこれ強化できないね。つかこれ何も言ってなかったけど、服新しくなったんですよね。そういえばなんかね、新しいのをねいくつか手に入れていたような気がする。これとか、これとか見せてないんじゃないかな。衣装出せえからちょっとあんま見せる気ないけど、いくぞ。ユナーン、あれが、あれがまだ来たのかい。タケは私の唯一の家族だ。あんまりいじめちゃ困るよ。いじめちゃ困るんだよ、タケは。タケあんたは赤子なんだから。一生バブミ感じてんだから。バブミっていうのは御用の方もあるから。諸説あるみたいな使いになってるから。本当のバブミっていうのはね、ジン。酒井様、本当のバブミっていうのはね、お母さんのようなキャラクターに対してバブバブしてしまうといった意味であって、そんなに自分の好きなキャラクターをね、あのしゃぶり食わさせて赤ちゃんみたいに扱うっていうことじゃなかったんだよ。ああ、わかるだろう。誰だこいつ。町の守りは進んでおるようです。お主の働き、やべ、宇治政殿にバブミについて語ってしまっていた。ユナちゃんかと思ってたのに、振り返ったら宇治政だった。敵は猛虎、手勢なき今あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだ。何もひねくれ者。槍川の民は勇猛で、バブらせるぞ。それを示す時では考えておこう。何こいつ、即断即決だぞてめえ。この戦の状況ではユナに会え。ユナちゃんどこ。ユナどこいんの。裏いんの。ここ、こんのがいる。宿館ちもう壊れてんじゃねえかよ。こっち、ここいる。ユナちゃん、拙者もう盗っ人ですぞ。2階まで勝手に上がり込んでしまったでござる。ユナどこいんの。一番上にいた。なんでこれ見晴らしのいいとこにいんの。飛行機でも見たいの。起きておったか。ひょうたん。宿川をね。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる、難しいね。まあ弓取りいるし、弓取り取りに行かなきゃ。めっちゃイベントだ。まずい、適当なこと言えない。あんたも酔った方がいいね。ユナちゃん大丈夫なのこれ。止水剣の使い手だったの、ユナちゃんも。もしかして水剣2枚で行く気、今回の戦。いや言わないよ、私は別にこのユナとジンが同じひょうたんで飲んだんじゃないかっていう、その着眼点いらないと思っている。よかった、膝と膝がくっついてたらどうしようかと、そっちの方が気になるから。飲みすぎだー。その日はわらじ一足で過ごした。もう振り返ったら焼けてんじゃねえの宿川。
ひどい味だ。一回買い出し行ってんじゃねえかよこの量。浴びるように飲んで。あれ、そういえば宿川は。酒が切れると怒ってね。わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ。あら。あの子を連れて。足がちぎれるくらい走った。DV。しばらくしてから知ったけど。虐待か。のたれ死んだって。アルチューの虐待だったの？姉として立派な行いだ。泳ぐね、時として逃げることが何よりも勝る手だて。時行様、ジャンプ中堅顔。逃げちゃダメだ。でも今回は逃げちゃダメだぞ。空間で乾杯した。パーソナルスペースで乾杯してた。お互いの侵害しなかったな今。まあいいです、わかりました。今のやりとり全部わかりました。このイベントを挟んだ意図っていうのは私は全部今組み取り言うな。俺いたじゃん、いたじゃん、絶対そうだって言ったじゃん。買い出し行った時に気づかなかったのが異変に。逃げたりしないよ。心強いでござる。行くぞ行くぞ。どこにおる？クソフラフラしてるけど。このままでは。ペパリーゼ飲みたかったな最後に。じゃあ誰かコンビニ、そうペパリーゼ持ってる人誰か。ペパリーゼ、ペパリーゼだっけ。ちょ何でもいい、酔っ払ってるのではござる。館に逃げ込むんだ、急げ。俺死にたくなかったらとっとできな。さあ最前線で何が起きるか分かっているのか。さあ来い、先手師匠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 。もう大砲くらいの勢いで、おら、いざいざいざ。もう命の奪い合いだ。ここが戦争、ここが戦争。見えない見えない。待って、外出ちゃった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 。どこいんの、どこいんの。なんか煙玉みたいなのがすごくて何も見えないでござる。な、案外どうにかなってるっぽいぞ。ちょっと待って、あのね、私煙玉持ってなかったっけ。なんか一個持ってねえや、めんどくせえこの戦い方。おいおいおい、なんか煙玉くんね。現地調達組だからこれ割高でももらうけど。ナイスナイス、結構奥まで行っちゃってんだけど。私も矢打ちてえのにな。おいダメダメ、それダメ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 。オッケーオッケーオッケー。いいな、ゆいなちゃんが転がしたところに私が滑り込んでいく形で。はい、それダメー。赤点、赤点、赤点の立ち筋、赤点の立ち筋、赤点の陣。やりかわの選手をここを守り抜け。よし、決して通すな。そうさせていただくぞー。それそれそれ、そういやそういやそういや。じゃ誰か曲かけて、曲かけて、ワンオクかけて、ワンオク。この村もうスピーカーついてねえのかお前。フェスみたいに盛り上がってこうぜ。これ死んだから島流せよ、モス流せモス。うん、なんかたま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 斬り拙者、たまたま斬りの酒井と申すでござる。ねえ、みんな来て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 よ。門の前で待機しないとダメじゃんこれ。置いてかれたんだけど、せめて撃てよ。北門を守る、押し戻せ。鉄羽でしょ。待って、今行く今行く。はいダメ、はいはい、それダメ、はいそれダメ、はいそれダメ、はいそれダメ。ちょっと置いとく置いとく、あとでやっとく、あとでやっとく。なんかついでに通りすがりにポスティング、ポスティングかのような暗殺。どこだって、よくわかんない。こっちでいいの、もういいや、これな、ゆなちゃんいるし、合ってるだろ。おー、ポスティング切り、ポスティング切りです。これが俺は自衛隊に興味ありませんか、自衛隊に興味ありませんか。国守りたくないですか。や、ヤドカリのせ人たち。愛、愛、愛のために生き、愛のために死になさい。愛のために生き、愛のために死になさい。愛のために生き、愛のために死になさい。区内しかもらえなかった。大丈夫か、百姓たちよ。ういー、まだやってんのかい。
そんなところでまだやってんのかい。ジャンプ切りジャンプ切り。結構荒めのツッコミ失礼するでござる。え、帰ってった。猛虎が引いてく。なんでだ。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。なんだ、釣り出すつもり。わ、うん、何、鉄砲じゃなくて。できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。投石機か。私も行くよ。ならん、タカを見ていろ。タカ、あいつマジでタカさんいなかったらバー。トム・クルーズかお前。うちの社会人はなんて真似するんだ。なんて言った、なんて真似させるんだ、なんて真似してるんだみたいな。ちょっと目について元気。まずは敵陣をすり抜けて。いるんでちゅけど、ちょっと遠回りしとく。気持ち遠回り目で。これ結構外側歩いてりゃさ、簡単に着きそうなもんだけどね。トゲトゲしてるとこ抜けて。全然敵いねえんだけど、こっち。みんなこれ大丈夫。裏取りされたら一瞬じゃん、こんなの。静かな空間ですこと。ありますやん、どうせ聞き、こんなところに。これ火をつけねばな。火つけるってバカ。おいバカ、おバカ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 。名作の名前をあっちに言わせないでください。ちょっと痛い痛い痛い。いつバレたら、いつバレたらそんなことやっちゃう。分かった、一人ずつやら、一人ずつやら。もうこうなったらしょうがない。正面突破だ。おいしょ、 OK。 あとどれ、全員やった、これ全員かな。よっしゃい。まず一つ、一つ、そして二つ、一気に。こんな図画工作できるやついたんか、猛虎に。親泣くぞ。こんな幼い頃からどうせお母さんと一緒にさ、貧乏ながらにさ、遊びをさ開発してきただろうに。まだ手立ては残っておる。どこまでが村なんだ、こっちの。どこまでが猛虎の陣営なのか分かんないな。にも難儀しそうだ。全員やっちまおうぜ。なんかバレたなーい。ちょっと右回りで帰ろう。右回りでパラッと帰れるから。何も問題ございませんよ。やえ、多くね？こっちまで伸びてんの？ちょごめんなさい、わかりましたわかりましたわかりました。ちょっと攻めすぎだな、ギリギリを。ここら辺ちょ一騎打ちすんの、じんちゃん。そこまでじゃないよ。どうでも言うと思ったか。そこまでだー、そこまでだー。ここまでしなくちゃわかんないのか、猛虎は。よいしょよいしょ。さて、一騎打ちをするまでもないんです。痛い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 。たまたま。よし、おい百姓かと思って助けたら全然違うやつだったよ。まあやるけど。おいほいほい、うえ。比較的正面から帰ってきてしまったな。帰ろ、ゆなちゃんどこ帰る。わし帰るべきところあるから。結局区内とか集まんなかったな。何やってんだよ、こんなところで。あれは百古城の手抜け。館のそばにおるぞ。おるぞって。あ、これが手、これは手抜けじゃないの。やばいよ、もう手遅れだぞって言ってます。ちょ、私が急に戦い始めちゃったから全然いけねえんだけどよ。はい、ダメー。役所の方に、地域の方に迷惑をかけない。地域の方に迷惑をかけない。区内、至急区内ください。物資しかもらえない。百姓しんどりやんか、これ。ごめん、救えなくて。だからもうめっちゃ攻められてるんですけど。ゆなちゃん何やってんの。タカつきっきりじゃないのよ、あんた。夜泣きすんな、タカ。おい、やられとるやないか、これ。あいつ、ウジ、ウジマサ手抜け、かかってこい。現れたか。何も見えない顔。俺の首で恩賞をいただく。お、すごい、一騎打ちっぽくなってきた。こんな荒れてる最中ではございますが、
勝負。ここで急に一つ勝負。ではちょっとあんまり話聞いてなかったけど、マジで弓取りの剣はどこに行ったの？島を荒らす異敵に天誅を与える者、己の血で畑を潤わせ。お互いの標語を言い合うだけの関係性なの？やべえ、うちが下手くそすぎ。二連なのこれ。オッケーオッケー、オッケー、ナイス。上手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 。己が得るのは六文銭だ。六文銭。こいつマジエレメント使わない。炎のエレメント使うの話が、あちゃさっと行く気か、さっと行く気か、こいつ。ちょ、行こう、スコ行こう、スコ。まずいです、終わりそうです。ナイスナイス、上手上手、それ大勢を切り刻んだと誇っておったな。それもここまでだ。ナイス、3回攻撃を避けて1、2の3。いったー、2、3、ナイス。足場じゃー。こんな真っ白。まあテムゲの首持ってそこら辺歩き回るしかないな。何のためらいもなかった。おい見てもらえ、見せてもらえ。よし、一国道みたいな感じでできれば見せてもらいたかったけど。何これ、猛虎の隊長を斬首するとメイドの型を使える。あ、なんこれ。あ、一撃になるんだっけ確か。一回見たことあるな。みんなただ恐れをのぞいているだけ。こんな白黒じゃどれ、今私普通にもう少し奥の百姓行こうとしてたわ。誰も見えないけどなって。あ、ごめんなさい、しゃべって、みんな喋ってた。逃がすじゃないぞ。ダメージを受けず幾人もの敵を切ればメイドの方ですか、このいい。まあ私には無縁の話です、そんなこと言われたって。今誰やった、殺し合え。すごい宗教的感覚。何、すごい喝采を浴びているんだけど。急にいいぞ、百姓ども、百姓らしからぬ動き方をしろ。さあ、どもよ、刺しますよ。みんな行くぞ。さあ、ウルトラ白黒モード、これが何だっけ、黒沢明映画がうんちゃがみたいな。もう終わっちゃったんだけど、一回切ったら終わった。どんなもんですか、どうですか、タカ、見ていましたか、私の働きぶりを。貴様どうした、お前なんだ、姉さん、そんなところに。また生きてたのか、てかまた生きてたのか、タカ。まだ町は守ったかっけー。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。お前たち分かったか、こいつのこの人と一緒なら。痛いとこ疲れた。誰が猛虎を退けた恐怖政治、うちのじんちゃんのたらー汗。あの兵器に立ち向かったのは誰と心得とるんじゃ、お前。槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。横取りした。あ、そういうことじゃなくて、あんたたち黙って、猛虎の好きにさせる気かい。急にあいつ手柄だけ持ってく気だったのか。たとえ侍でなくてもユナ殿の弟とて切ってましたよ。戦える、いやー、我が敵を打ち払い故郷を救おう。びっくりした。お主らも立ち上がれ。ちょっとレスポンスくださいよ。あ、ちょ、あ、そういう盛り上がり方じゃなかったね。あ、思ってた盛り上がり方じゃなかった。無人の盛り上がり方してる。みんなで拳突き叩いてタオル回したかったけど。あ、マジで
わー、いけーって感じの念なんですかね。これってもしかして神の道槍川のメイド。マジ百姓に何ができるの。まあいるだけありがたいんだけどさ。やったー。タカはいらないよ。タカはいいから山崎春のパン祭りを引き換えてこい。お前は3枚分溜まってるからうちんち引き換えてこい。てめえが、お前の友が我が名将を撃ち、プー、兵はあやつを不死身だと言い始めておる。お前が正しい。あ、リュウゾちゃん、リュウちゃん、神の首を取った褒美なんてもらえるかよ。お前には無理だよ。無事な菅ヶ笹衆のことはもう良いのか。だって人質に取られてんね。腕が立つ。もちろんです。仲間では殺せん。敵を滅ぼす手はいくらでもある。で、一回こいつ懐入ってきたのにな。闇討ちできないからね、竜蔵では。あいつを殺さない手もあるだろう。味方につけるってこと、じんちゃんを。ちょっとどうかな。結構こいつも凝り固まってるからな、考え方が。私と一緒で。でぇ、メイドの方。おい、終わったな。これで槍川も加わる。だが、叔父上の城を取り戻すにはまだ足りぬ。